節約ペイの小町です。節約大全の買い出しです。こうモーションを振りかぶったのになんかタイムかかっちゃう。ちょっと間があったからアキラが止まってるのかな。そうだね、困ったペイ、こんなアキラでございます。今日は神奈川ペイの話をやりたいと。なので神奈川に住んでいない人、神奈川に来たくない人、来ない人、来る予定がない人には全く関係ないので、そのまま動画を閉じてくださいって言ったら、この間のノイボンさんが本当に動画を閉じそうになったって言ってたので、閉じるのはやめてください。すぐ終わります。今日はコメントをいただいておりました。はい、こちらです。読んでください。神奈川ペイ使いは君ねりさんからですね。神奈川ペイ使い始めているのですが、受け取ったポイントの使い方が全く分かりませんと。そちらも動画にしていただけるとありがたいです。ということで、受け取ったポイントの使い方が分からない、うん、なるほど、うん、確かにそういうのはあるかもしれない。アルフォロケットということで、今日はそういう動画をやりたいなという、はい、茶まごで言う、おはようグルトみたいなもんですよ。友達んこね。そう、なるほど。ロケット神奈川ペイとは何ぞというものを、はい、おさらいしておきましょう。こちらです、はい、ご覧ください。まあ動画があるので概要欄に貼ってありますので、そっち見てもらえばちゃんと説明してるんですけど、大まかに神奈川県のキャッシュレス消費喚起事業ということで、この神奈川ペイというアプリを入れて、それ経由で使えるところで決済すると 20% ポイントが還元される。最大 20%、 10% の店と 20% の店があって、大手は 10%、はい、小規模は 20% みたいな感じでポイントが還元されます。でそのポイントはまた神奈川ペイが使えるお店でまた使えるということで、1万円分までポイントがもらえるよ。で決済は auPay、dPay、浜Pay、LINEPay、楽天ペイ、これを使って決済して、で神奈川ペイにポイントが貯まっていくっていう、そういう仕組みになっております。はい、勝手に連動してくれるので、どれかが入っていれば大丈夫ね。お店によっては使えるところと使えないところがあったりしますね。そう、それもあります。はい、なのでこのマークがね、これが出てるんで、でこの QR コードを、これに、QR コードあるんで QR コードを読んで使うみたいな、そういう感じですね。で後でそれはちょっとお見せします。今日実際使ってきたので、はい、っていうのが神奈川ペイって、これ動画もありますので、はい、もうこの動画いらねえじゃんっつって、あ、前もやったこれで、本題ですけど、はい、まあ僕結構使っておりまして、アキラさんほどでもないんだけど、アキラさんちょっと後でさ、写真を見せてよ。アキラさん、めちゃくちゃ溜まってスクショ撮れるのか、すごい。そう、今4000ポイントあるんですよ。すごいね。上限1万のところも4000ポイントぐらい貯めてるんだよ、アキラさん。あと6000ね。ごめんね。そう、あと6000ポイント貯められるんで、はい、この時洗濯機を買う時に、うん、今度ね、うん、使おうかなと思って。今度だけにね。今度だけに。今度俺もめっちゃ頑張っとるで。お前ゼロやないか。このポイントを使ってゼロになったとか。あ、そういうこと？うん、溜まってない。さえよ。いや、使おうとしてその D 払いできませんっていうのが結構多くて。 D 払い使えないとこある？そんなに。コンビニとか使えるでしょ普通に。コンビニはで、じゃあ今日は誰からのリクエストだっけ。涙のリクエスト、君ねりさんからね。はい、最高のリクエスト for you。 見てください、こちら、はい、買い物してきました、はい、実際に、うん、これ僕の神奈川県1295ポイント入ってて、はい、それを使ったんですよ、はい、うんうん、はい、これどこでしょう、これは、はい、どここれどこだろうね。ビアードパパー、おいしいの、おいしいの。これ全てのポイント使用のところにチェックを入れるね。チェックを入れて金額を入力して、でお支払い選択に進むっていうので、やると勝手にもうポイントが引かれて115円の支払いになると。ってことはポイントで全部支払える場合はゼロになる。そうで115円です。これをビアードパパの人に見せて、えってなって、で、あ、これポイント使ったんでっつって、レジ見てくださいって言ったら、あ、レジはちゃんと1410円ですねって言われました。なるほどなるほど、はい、なので支払い完了で大丈夫、オッケーということでした。君姉さん簡単でしょ。あそこチェック入れられないの。ポイント使う、貯める、どうするみたいな。だから100ポイント使えたやつがさっきの一部みたいな。そう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 、で一部を押して、でポイントを自分で選べばいい、使うポイントね、はいはい、っていう感じです。それだけ、それだけ、はい。でさらに今回はビアードパパは 20% 還元だったので、今回ねこの獲得予定ポイントが23ポイント、115円に対してまた23ポイント、23ポイントね、 20% 返ってきてっていうことで、そういうことですよ。なのでこうやってぐるぐると回して、経済を回して消費喚起していこうという話でございました。一応さ、今日の話これで終わりなんだよね。はい、うん、どうですか。いや、こういうの食べようかな。金谷さんもう全然使ってないっていうところが、そう、いや意外にたまりますよ。たまる頃だと、アキラさんこんなにたまってないから。いやだから一緒に食べたやつをね、神奈川ペイでアキラさんに譲ったりとか結構してるんで。あ、そういうこと。はい、
あ、そういうのもありますけど。なんだよ、罰の悪そうな顔すんなよ、二人で。ああ、じゃあ神奈川ペイで払うわ、みたいな。はい、ああ、いいね。それはいいよね。そうそうそう。で、俺は元気でハムちゃんとか。ああ、なるほどね。ありがとう、ポイント泥棒だね。いや、でもポイントもちゃんと返したと思いますよ、その。全然覚えてない。いいね、そんなのいいのよ。いいの。だから、俺が嫌いなのは、本当に、割り勘の時に、ああ、俺がカードで払っとくからっていうのを必ずやるやつ。必ずやるやつ言いますよね。ああ、払っとくから、大丈夫っつって、現金集めて、自分はクレカで払って、ポイントをまとめ、貯めるやつ。別にいいのよ、それが持ち回りで、ああ、じゃあ今日は、じゃあ、今日はカネちゃんね、とか、今日はね、アキラね、とかさ、ああ、じゃあ今回俺で、みたいな、そういう助け合い運動みたいなのはもちろん、全然いいと思うよ。あと、じゃんけんするとかさ、必ず、あいつがいると、もう絶対ポイントはあいつに持ってかれるな、みたいな人いるじゃん、なんか、必ず、一社に一人みたいな。本当気をつけた方がいいですよ。みんなね、なんか何も言わないかもしれないけど、みんな結構それ気にしてるからね。気づいてます。あいつってさみたいなね。いない時に言われてるからですよ。俺は別に言ったことない。いつも俺のおごりだから。だから俺はいつもポイントもらってますよ。俺のおごりだから。しょうがないでしょ。ということで、どうもありがとうございました。よかったね。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。